ハンガリー小平原とは、ハンガリー北西部の8000キロ平方メートル及び、スロバキア南東部及び、オーストリア東部にまたがって存在している平原であり、パンノニア平原の一部を占めている平原である。ハンガリーにおける、ハンガリー小平原の位置エステルハージ家の城郭。この地域での典型的な建物である。ハンガリー小平原の境界は、北側では、カルパティア山脈であり、 南側では、バコニーからベールテス山脈に、バラトンコーヘテイタル道であり、西側では、ウィーンボンチとアルプス山脈となっている。ハンガリー国内では、大部分が、JL モション・ショプロン県やバシュ県、コマーロム・エステルゴム県西部、ベスプレーム県西部に含まれている。また、この平原は、ドナウ川によって、大体半分に分割されており、そのドナウ川は、 ブラチスラバからコマールノの間で多くの支流及び島を生んでいる。著名な支流としては、バーフ川、ラーバ川、ラーブカ川、マルカル川等が挙げられる。この部屋は新石器時代から農業的に重要な地域であった。ハンガリー小平原の南側がローマ帝国にパンノニアとして1世紀から5世紀に渡って編入され、その後にドイツ人やスラブ人が住み始めた。 その後、900年以降になると、マジャール人が住み始めた。1000年頃にはこの地域は、ハンガリー王国の領域となり、第一次世界大戦後、この地域は、ハンガリーとチェコスロバキア、そして、オーストリアに分割された。1990年代にはスロバキアが平原内のガボチーコボに、ガボチーコボナジュマロシュダムを建設した。 国境と民族の境界線は一致しておらず、とりわけ北部では南部よりもマジャール人が多い。また少数ながら、三州の境界付近にはクロアチア人の集団も存在する。この地域で重要な都市は、ハンガリーのジェール、コマーロム、モションマジャローバール、スロバキアのコマールのデュナイスカストレダ、ノベーザームキ等が挙げられる。ありがとうございます。